はい、ということでやっていきたいと思いますが、裏でやってご連絡。簡単に、峰さくらっていう人をトライアウトで獲得しました。で、なんとね、驚くことに、今流行りの二刀流なんですよ。てか、能力的に見たらワンチャンピッチャーの方が本職だとは思うんですけど、ね、その長峰さくらが入ってきました。で、なんでトライアウトで取ったかって言いますと、2軍のね、試合見てもらうと分かるんですけど、このね、DH 山城エリカ、ピッチャーですね。野手の、2軍の野手の数が少なすぎて、ピッチャーが DH をやってるっていう地獄がありましたと。ということで、さすがにちょっと野手取らないといけないなっていうことで、長峰を取りました。で、長峰って、ピッチャーでいるんですね、長峰瑞稀が。なので、2人長峰がいる状態になりました。はい。ということで、このチームの1軍の状態っていうのは、ご覧の通り、今5連勝中ですね。非常にチームは好調なんですけど、流れ止めずにやっていきたいなって思います。はい。で、ちょっとね、今シーズン的場があんまり調子が良くない？今のところ。1勝0敗だけど、6.91っていうところを見ると、少し微妙かな。で、じゃあなんで、さっき野手の数が少ないっていうふうに言ったと思うんですけど、じゃあなんでそんな野手の数が少ないかっていうと、ドラフトで、7人まで指名できるじゃないですか。うち5人ピッチャー取って、2人、野手取ったんですけど、そのうち野手1人が来なくて、ナイス。で、野手1人が来なかったんですよ。なので、実質、新しい野手1人しか入ってこなかった。ですよね。やっぱそれが原因なんですけど、ちょっと偏ったドラフトしちゃったのが原因ではあるんですけど、めちゃくちゃ減っちゃったんですよ。要は。簡単に言うと。おお。ユースタスなんかめっちゃ打つな。あれっていうかなんか、わーっていう歓声の音が入ってないんだけど大丈夫かな。なんだろう。大丈夫か。さてと、いきなりね、藤掛先頭打者ホームランと、おーおーおー。なあ、あれ？音が入ってない？ホームランばっか出るね。てか、なんか、なんだろう。あれ、そんなスターってさ、頻繁につくものなのかね。ラミオス。なんか、前戦ったチームのホレスも、なんかスターがついてたから、なんだろう、外国人にスターがつくの流行ってんのかね。よくわからんけどね。と、なんだろうな。そう、野手が少ないんですよ。とにかく。そこがね、問題点ですね。なので、ワンチャンもしたら長峰、桜、ね、二刀流ということで、今後使うことがあるかもしれないですね。なんて、一番ピッチャーとかで使うかもしれんしな。全然一番のタイプじゃないんだけどね。一番打てるほどの打力はないけど、二刀流やるかもしれんからね。三者凡退か。三者凡退じゃないな。三者凡退じゃ三者凡退か。エラーあげず、アウトだから。本当だったら三者凡退だもんな。調子悪いなりに、一応2回、いい感じで投げてはいるかな。テンポ的には悪くない。いや、暑いな、熊本さな。確か、去年の首位打者、やっぱ今年も健在だね。4割7分4厘はえげつないね。まだね、試合数が20試合も行ってないんですけど。
で、今関が、いまだにヒットが出てない。これは問題だ。でも、まあ、ミート A なんですよね。まあ、いくら年とは言ってもね。ちょっと、あれなのかな、30、おお、初めてヒット出た。36歳になって、ちょっと老眼が始まっちゃったかもしれんな。その説はあったけど、オッケーオッケー、でもちゃんとヒット打ってくれた。やっと初ヒットだよ、今関。おお、いい。ふじかけどうした？何があった？ そんな急にホームランバッターみたいにならなくてもいいんだぞ。おい、どうしたんだって。何があったんだ？すげえな。打ちますね、ふじかけがね。ユースタスもね、なんやかんやって、なんか打率も3割6分8厘まで伸びて、ホームランも7本打ってくれてるんで、非常にいい感じで戦力になってくれてますね、ユースタスは。ただ、今のところ、まあ、5日って結構波が激しいので、調子のね、なんかめちゃくちゃ上がるときもあれば、めちゃくちゃ下がるときもあって、調子の波が激しいんですけど、ロダリックがあんまり調子が良くない。確か打率2割3分ぐらいで、全然チャンスでも打ってくんないんで、しばらくね、ロダリック外してたんですけど、ちょっと今日あたりから合流させました。ね、そろそろちゃんと打ってくれないと困るよっていう、ね、メッセージを込めたつもりなんですけどね。あー、ラミオス強いな。やっぱさ、スターついてるだけあるな。やっぱスターの選手は違うな。ヤブタぐらい抑えてくれ。あおうおう。打つね。ああ、ちょっとダメかな、やっぱ的場が。ね、調子がもう重力に従っちゃってるよ。ちょっとまずいかな。OK。頼む、打ってほしいね。ここら辺で。あ、2割2分まで落ちちゃったんだ。結構割と重症かもしれん。今シーズン割と重症かもしれないね、ロダリックね。大丈夫かな。並木も調子は下向きだけど、打ってくれるはず。ほら、大丈夫って。たださ、得点圏打率見ました。0割4分5厘です。飛んで4割、飛んで4分5厘。どういうこと？ね、勝負が別に弱いわけじゃないんですけど、ちょっとね、だから並木、だから、ランナーいない時にホームランとか打つから、ちょっとあんまり貢献できていると言えるのかどうか。そして、おめでとうございます。先ほど、今シーズン初ヒットですね。出ました。今関でございます。打率0割6分7厘になっております。はい、OK。いいね。そして、今日2ホーマーの藤掛だよ。おお、やっぱ藤掛にビビってストライク入ってないね。いいね。OKOK、押し出しで1点かっさらっていく。で、ピッチャー出た一蘭。また一蘭だ。もう何回でも出てくるよね、この一蘭ね。おお。あかまあ、お前グランドスラムなんか打てるようになってたんだ。 すげえな。いいね、坂間。いいっすね。いや、9対4ね。いいじゃん。的場を援護するめちゃくちゃ大きな5点だよ。さあ、的場もしっかりとね、その援護に応えて抑えてほしいが、ちょっと、きついね。なかなかきついね。ちょっととりあえず、打ち取れるところ打ち取っていこう。まあ、熊本さんが打たれるのは仕方がないんだけど、小金井ぐらいだと抑えられると思ったんだけどね。立花のがね、抑えるの難しいよ、絶対。あ、でもちゃんとなんか、ミート S を抑えるのね。あ、徳川綾乃は強いね。バッター警戒した方が良かったかもしれんけど、まあいいや。ちょっとめんどくさかった。ああ、ヒットね。OK。芝野紀香だったら打ち取れると思うけどな。そこら辺だったら打ち取れるはず。きつい。
頑張って投げてほしい。バッター警戒でカウント悪くなったら丁寧に切り替えるか。ストライク。ボール。ボール。デッドボール。ああ、まずいかな。ちょっと体力は、まだかろうじてあるか。ちょっと頑張ってほしいな。ああ、ダメかな。あ、ダメだ。ちょっと交代ですね、これは。ちょっと良くなかったですね。まあ、しゃあないな。さあ、ということで、まあ、なんか、ピンチになったら出てくるのが、時はっていうのが 定着するかもしれない。まあ、時は最近上げたんですけど、また一軍にね、防御率はちょっとひどかったんで、下げたんですけど、一回。まあまあ、ちゃんと、ワンアウト満塁をね、何事もなかったかのように抑えてくれた。さてと、坂間のグランドスラムを無駄にするなよ。いいね、ユーサス。ちゃんとユーサスね、ヒットも打ってくれるからありがたいね。ローダー力がちょっとね、調子がゲッツーにはならない。走力 B だからね。そうよね、なんか、中軸みんな走力 B はあるっていうのがすごい。だから、ゲッツーになりにくいっていう点で優秀だよね。OK、並木ナイス。錦織か。ちょっと今日はゴロしか打ってないから。まあ、でもタッチアップできないか。田上頼んだ。おお、いいね。田上。OK、いいね。この点でかいね。取られた後にちゃんとね、点を取れるかどうかって結構大事になってくる。で、また今席ね。今日は割といいよ。2回出塁してる。てか、今席まで出塁すらしなかったのね。ストライク、アウト。ああ、まあ、しゃあないね。それはまあ仕方がないね。ああ、どうしよう。はい、またぎをさせるか否かだけど。まあ、ちょっと、させなくていいか。で、こいつがなんか調子いいんで。ちょっとまあ体力減っちゃってるけど、まあ、構わず連投させます。まあ、調子のいい中継ぎをね、使っていくのが一番勝てると思ってるんで。やっぱりね。ああ、いいね。なんか、能力はさ、全然高くないのにね。これで外国人だから、こんなんで外国人枠を一つ消費するんだったら、もっと他の選手使うよってなるからね。だけど、ちゃんと調子がいいときはね、その能力以上に力をしっかりと発揮してくれる。で、今日藤垣4打点か。すげえな。大活躍だな、マジで。おお、すげえ。全部出塁する。走るか？もうね、いっそのことアピールしようぜ。ストライク、3点差あるけど、アウト。ちょ、調子乗っちゃったね。ちょっと、調子乗っちゃったかな。坂間もいいね。なんか、ちゃんと。ツーベース。走らなきゃよかったな。まあ、結果論ではあるけど、走らなきゃよかったね。あ、いいね。岩切ちゃんとフォアボール選べていく。選べていくというか、選んでいく。で、またユースタスね。おお、打つね。すげえな。この試合、スリーランとグランドスラムと、スリーランとグランドスラムと、あれ？あのちゃん、これさ、この試合、ソロホームラン、ツーランホームラン、スリーランホームラン、グランドスラム全部出た説あるぞ。この試合、やべえな。めちゃくちゃ盛り上がってるな。すげえ、てか並木抜いたんだね、ホームランの数で。多分ユースタスが1位かな、今。まあ、連投でいいやろ。なんか、使い捨て商品みたいな感じの扱いしちゃってるけどさ。まあ、調子がいいからね、何よりね。調子がいいから。多分今の君だったらパーシーよりも強いぞ、抑えのパーシーよりも勢い乗ってるからね。そう、勢いに乗ったね、球速155キロのボールをね、投じてくるからね。そう、スターを乗ったラミオスでさえもう、このセカンドゴロよ。いいですね。よっしゃ、錦織。下位からね、下位からちゃんと点取れることを証明していこう。ショートゴロか。なんか、単なる正面のゴロっぽかったけど、なんか、ショート、そんな、なんか滑り込むほどの当たりじゃなかった。田上ね。
なんか地味に打率高い、田上。なんだろうね。よくわかんないけど、打率高くなったって言いますね。ちょっと令和6分3厘割れだから、ちょっと打ってほしいな。だ 全然1割にすら達しない。あ、ピッチャー変えます。誰行きたい？八重は、でも昨日投げてるから藤島かな？ちょっとね、やっぱ、なんやかんや言って、めちゃくちゃ勝ってるんですよ。うちのチームがね。ね、勝ってるってことはどういうことかっていうと、つまり、まあ、勝ちパターンのピッチャーをどんどんつぎ込んでいく形になるんですよね。したがって、その登板試合っていうのが、やっぱ勝ちパターンのピッチャー、パーシーとかいないとか、になればなるほど、どんどん増えていく。って考えたときに、その、まあ、敗戦処理的なポジションにいる藤島とかはやっぱ登板の回数が少なくなるっていうのを考えると、まあこの機会にね、まあ、点差も6点差あるわけですしね。あ、またヒット打ったんだ。やべえな、藤掛どうした？あ、それちゃんと潰していくのね。いいよいいよ、全然。動画時間短くなるからいいです、ありです、全然。まあとは言ってもね、ちゃんと2桁得点取ってるんだけどね。いやー、熊本サナが強いよな。なんだ4割6分3厘って。でもちゃんと今日はね、5の1、2割に封じ込んだから、封じ込めたからね。やっぱそれがね、一つ大きいよね、要因としてね。熊本サナを満足に打たせなかったから勝てたみたいな。まあ、ただ7点取られてはいるんだけどね。満足に抑えられたとか言っといて7点取られてるけど。あ、オッケー、終わったね、ナイス。いいね、初戦かけたって勝てたのでかい。オッケー、よし。じゃあ2戦目も行こう。で、荻原とか出したかったんだけど、ちょっと体力の問題で休ませたかったんだよね。今日も休みでいいかな。なんやかんや言って。錦織、あ、大田このままでいい説はあるな。頼みがちょっと疲れてるから石田に変えるか。なんか、勝ててるし、ね、13点取れてるオーダーはそんな変える必要もないかなって思うんで、このままいきます。レッツゴー。めっちゃ適当。さあ、二平ね。この前めちゃくちゃなんかいいピッチングしてた気がする、確か。だけど、防御率は5.09。相変わらずっちゃ相変わらずだよね。小金井ね。対左プラス1か、嫌だね。でもちゃんと抑えていく。小技 S だから、S だったから2番がね、なんかしてきそうな感じはあったけど、何もしてこなかったね。ゲッツは取れない。なんか立花のロケットスタートがあったから、一発、ゲッツは取れない。で、徳川にちゃんとツーベースを打たれて、あ、これランナー変えるパターンじゃん。ああ、マジ、点入っちゃうのか。あれ、点入っちゃうんか。そして、対左マイナス1なのに。柴野がちゃんとホームランを打ってくれるとね、いうサービス付きですね。はい。大きいね。まあでも、初回に3点取られるのって、ある意味想定内っちゃ想定内だから。まあ別に、だからどうしたって話ではあるけどね。だからどうしたっていうのもあれだけど、ピッチャーなんか防御率2.7の及川なので、そんなに打てないかな。やっぱり、3点取られるのきついね。だって防御率が2点台だから、9回投げても2点しか取られない計算なわけでしょ？すなわち、3点取られたらもうこっち勝てないってことになるわけじゃん、理論上はね。で、しかも調子も、あ、でも防御率2.75で1勝2敗なんだ。なんか、不運なピッチャーなんですね。ご愁傷様です。なんか、ね。そう。プロ野球とかもいるよね。なんか全然援護もらえてないピッチャーみたいな。ああいうタイプなんだろうね。なんか9回2失点で抑えてるのに、なんか2対1で負けたみたいな。えって、なんでこの試合負けんのって。お前らいつも5点ぐらい取ってるよな、みたいな。ありそう。でもね、
今日はもうすでにね、3点ね、レパーズ取ってるわけだから、それなりの援護あったんじゃないでしょうか。うん、で、さらに点を取っていく。めちゃくちゃ点を取っていくね、紹介。序盤からちょっと。あ、オッケーオッケー、打ち取ったね。とりあえず4点で止めてほしいな。4点だったら満塁ホームランで追いつけるから。満塁ホームランで追いつけるから4点までセーフっていう考えもよくわからんけどね。ただまあまあまあ。ね、5点差以上離れるとちょっときついよね、さすがにね。4点差までだったらまだなんかワンチャンあるかもしれないし、ないかもしれないみたいな感じ。ストライクアウト。ユースター三振。まあユースターが三振ならもしゃあねえなって感じ。で、ロダリック、あ、そうそう、ロダリック打ってないから、ロダリコを変えるっていうのはありだったっけね、別に。オーダーとしてね。ちょっとロダリックの調子が上がらないのはちょっと問題ですね、うちのチームにとってね。なかなか。そう、前のカードとかからそうだったんですけど。やっぱロダリックが打ってくれないと、このチームは活性化しないと思ってるんで、ね。錦織も、あんま出場機会与えられてないけど、ちゃんと打っていく。あ、大丈夫かな？なんかアウトになりそうな感じする。だよね。なんかそんな感じだよ、本当に。せっかくさ、ね、錦織いいバッティング打ってくれたのにさ。それが、サードアウトですか。いやー、さっきなんかいいね、せっかく錦織打ってくれたから1点欲しかったね。しゃあないな。ストライクアウト。そこは切り替えるしかない。二平がちょっとなんか珍しく4号パンパンと抑えて、6番のラミオズも追い込んで、ショートフライ。あ、あれ？どうした？急になんか会心しだした。それともなんだ？それとも、まあ、なんか二平には隠れた能力、尻上がりでもついてるのかって感じ。ね、能力というか、特殊スキルね。能力っていうか、まあ、能力とも言うんだろうけどね。今、正規。お、あ、潰せた。ホームランなきゃないね。あの当たりでホームランさすがにねえな。大丈夫ね。そうだよ、セーフだね。オッケーオッケーオッケー。坂間、頼むぞ。昨日のやっぱグランドスラムが、あ、ゲッツーか。昨日もゲッツー打てたな。そっちじゃないんだよ、他みたいな。昨日のゲッツーを再現しなくていいから。昨日のグランドスラム、あれをね、再現してほしかったな。って思いました。まる。ただ2兵さ、4点取られてるけど、打たれた人3本なんだ。なんで今で4本か。じゃヒット3本で4点取られてるって計算だよね。まあ、ホームランとフォアボールとかがあるから、フォアボールかな？があるからっていうのもあるんだろうけど。ね、思ったよりヒットはそんな打たれてないっていうね。ただフォアボールが多い。ね、フォアボールが多いとね、球数が多くなるからね、そうそう、もう4回で6、まあ4回で65球ならまあ、そこまで多いとも言えないけど。ね、球数多いとやっぱ長いイニング投げさせがたくなっちゃうので。そういう意味でもなるべくね、球数なくして、シンプルに、丁寧にね、シンプルイズベストですよ。で、ホームラン。幸い切れ第1号ですね。おめでとうございます。あ、こんばんは。ユースタスはセカンドゴロね。ロダリック。ロダリック。ちょっとこれど、これロダリック多分1割いくぞ。全然ヒット出てねえ。並木。ファールボール。まあしゃあないな。いやー、でも中軸三者凡退きついね。さあ、二平、ちゃんと抑えてくれ。いや、せめてなんか、ねえ、まあ、この試合負けてもいいから、あんま中継ぎ使いたくないんだ。なるべく7回ぐらいまで投げてくれると助かるわ。7回4失点だったら、まあ、そこまで悪くはない。と思う。
ちょっと感覚麻痺ってるかもしれないけど、7回4失点ならまあいいでしょうってなる。そう、HQS の2倍。そう、HQS のね、条件を2倍軽くした感じになるけど、それすらも達成できないね。もう5回で5失点。そう、4失点ならってフラグ立てた途端にね、そういうホームラン打たれるのやめていただきたいんですが、まあ、多分ね、錦織ナイス。やっぱり、二兵分かってるんでしょうね、動画は。動画というものを。ちゃんとね、フラグをね、即座に、ね、反映してくれるのが、やっぱそれが二兵です、やっぱり。なんかホームランが急に出始めたな。そう、花火大会になったよ、急に。そうそう。まあね、この時期だもんね。まあ夏はやっぱ花火だよ。花火だよね。おう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 。いや、全部ソロなんだよな。ホームラン出てるけど、全部ソロホームランなんだよな、これ。効率悪すぎるだろ。得点全部ソロホームラン。ちょっと、まあ、ランナーに塁を貯めるってことを知らないのかな。なんか、振り回しとけばいいだろうみたいな。ね、塵も積もれば山となるみたいな理論で戦ってるのかもしれない、うちは。いやー、ちょっとね、ホームランたくさん出てるけど、負けてるからね。あ、二平、なんか二平、三者凡退で抑えるときは抑えるけど、よくわかんないな。あ、ピッチャー変わった。なんか強そうな、強そうな中継ぎ出ましたね。防御率2.35だからなかなか安定してる。ストライクアウト。あ、三振か。なんか、ね、せっかく花火大会だから、打ってもいいんだよ。ダメだね。ロダリックちょっとダメだね。全然打たないね。さなみき、打っていいんだぞ。いや、ホームラン7本打ってんのに、打点12っていうのがね、えぐいよな。さすが得点圏打率で0割4分5厘だよって感じ。そんなバッター6番に立たせるなんて、おーおーおー。マジでさ、ソロホームラン5本ってどういうことよ。マジでホームランしか打たないよ。え、どうした、なんか、ボールピンポン玉ですか、これ。これ何、ボールピンポン玉なんですか。ちょっと、どうしたんだろうね。ホームラン出すぎだろ、マジ。いや、おかしいおかしい、なかなか。おうおう、あ、今度はちゃんとね。と思ったら今度はちゃんとなんかゴロ3連続で、ゴロヒット3連続で点取ってるからよくわかんねえな。さあ、坂は。あ、ちゃんとフォアボール選んだ、偉い。で、バッター、岩切だね。ホームラン打ってますよ。グランドスラムみたいな。グランドスラムあると楽だけどな。おお、いいね、いいね。タイムリー、OK。いいじゃん、いいじゃん。ニュースターズ。ショートゴロ、オッアウケト。ー。でもちゃんと取った。二兵、7回までいけるよな、これな。ちょっと、頼むよ。7回までいけると信じてるよ。よしよしよし、いいね。先頭打ち取って、
小金井ね。うん。そう、7失点までならは許容だな。そう、1回1失点までなら許す。随分と緩い条件だな。ぬるま湯だよ、本当に。あ、OKOKOK、でもちゃんと抑えた。7回5失点ならまあまあまあ。二平の割には頑張ったなって言えるんじゃないでしょうか。ちょっと、まあ。で、北崎に代打の神様のね、スキルをちゃんと正式につけましたので。まあ、センターフライでしたけど。ただね、結構代打の神様の効果強いですよ。ね。ちゃんとスリーラン2本ぐらい打ってくれたんで、代打でね。強い強い。で、錦織が今日覚醒してるわな。ソロホームランしか打たないけど、覚醒してる。すげえな。どうしたの？ 急にホームランバッターになった、錦織。OKOKOK。石田。うん、でもゲッツーにはならない。いいね。総力 A プラスは大きいね。そして今関ね。うん。なんか今日、あれどうした今関。まあまあまあ、でも今日3安打打ってるからもう何も言えないでしょ。センター、岩切ライト。終わり。8回まで投げさせるのはちょっとさすがに怖いので、もう一応行くか？ 3連投。まさかの3連投。やっぱね、調子がいいからね。もう、調子はこんな上向きだと投げさせざるを得ないよね。うん。ちょっとまあ、外国人枠の関係で、どうせいつか、まあ、そのうち2軍に行くので。なら今のうちにね、投げれるときにどんどん投げちゃいましょう。そうやってね、中継ぎの負担を減らしていくという作戦ね。あ、でもちゃんとやっぱ、調子が爆上がりしてるの、すごいいいね。すげえ、二平の時と打って変わってこんなに早く回が終わった。不思議だなぁ。すごいなぁ。酷使の始まりな。そう。だからあんまね、酷使させたくないんで、その、ピッチャーまとめて使って、まとめて休む。まとめて使って、まとめて休むみたいな。そうっす。4連投ぐらいさして、なんか15日ぐらい休まして、で、5連投ぐらいさして、みたいな。おうおう。すげえ、2桁得点取るんだな。なかなかすごいね。また2桁か。うん。いいな。ストライク、アウト。まあ、いや、結構相手の、その中継ぎの起用ってガバガバなんで 割とね、なんか、そう、僅差、なんか3対4とかの僅差の時に、なんか防御率8点台とかのピッチャー出してきて、で、なんか、そのピッチャーがボコボコに打たれて点取られた後に、点取られて、なんか点差が5点ぐらい開いた後に、なんか防御率1点台のピッチャー出してくるみたいなね。順番逆だろうみたいなことは結構ありますけども。あ、危ない危ない。ホームランかと思った。相手のピッチャーが弱いっていうのはある。打線が強いというより、やっぱ相手のピッチャーが弱いっていうのはあるわな。で、なんだかんだ言って、なんか、二平がちゃっかり勝ち投手になってるっていう。ホームランが全部で、1、2、3、4、5、6、7、8、9本ね。いい花火が見れてよかったですね。はい。いやー、すごいね。まあまあまあ、なんかすごい、めちゃくちゃ勝ってる。嬉しい。しかも、なんか2桁得点がちゃんとね、取れてるのがでかいね。今関がなんかめっちゃ打ってるからどうしようかな。荻原入れようか迷うんだけど、荻原入れて、どうしようかな。こいつをセンターに入れるっていうのどうだろう。今関センターの岩切ライト？あ、岩切ちょっと体力がないなら、山野持ってくるか。で、こう？こう、こう、こう。こうなり、あ、こう。こう、あ、坂間を9番。これでいいかな。うん。よし、これでいきましょう。
さあね、この週、さあ連勝継続なるか、ピッチャー大田はですね、なんか防御率だけ見ると一番いいピッチャー、新人なんですけど、大田はね、何兵とか的場よりもめちゃくちゃいい。今一番いいピッチャーだけど、今日ちょっと調子悪いからね、調子悪い中でどういうピッチングができるかだよね。ストライクアウト。まあ、相手、打線は強いんで なんか本当に、マジで相手セーブみたいな感じよ。まあ、うちもストライクアウト。ね、その人のことは言えないけど で、ピッチャー、外国人のマイキーですね。マイキー強いんだよね。まあ安定してるから、なかなか点取れないんじゃないでしょうか。さすがに、ね、昨日、おとといみたいな2桁得点で快勝みたいなのはできなさそう。バスさすが。簡単に三者凡退で終わっちゃったね。さあ、ちょっと。さあ、防御率2点だよ、ついに切った太田は。まだ柴野ね。柴野強いな。なかなかね、相手打線が結構強い デッドボあ、ール。デッドボールか。まあ、そういう時もある。さあ、そこから破った、この7、8、9の下位打線をしっかり抑えてほしいな。オッケーオッケーオッケー。破った、抑える。そうね、デッドボールだけイケボなんだよね。ね。まあちょっと、まあ多分、声の素材の使用上、そうなっちゃうんだろうけど。アウホート、ムアウト、アウト。オッケーオッケーオッケー。よしよし、いいゲッツーだ。すごいね。満塁のホームゲッツーってね、5、ス2、トライクアウト。3とかだけど、なんだろうね、5、2、5ってどういう どういうゲッツーだよと思うけど。なんか5日の世界だと、ランナーのリードを禁止されてるのかもしれないストライクアウト。ね セカンドランナーのね、怠慢。あ、そうなんだろうけどな。いや、でも、そうだよなきゃ、525のゲッツーなんてね。あれか、これ、また花火大会始まるの またやりたいの もうなんか、客花火見るために球場来てるんじゃないかまであるぞ。てか、ホームビジター関係なく花火打ち上がるからな。ストライクアウト。もう、これ花火たくさん用意しとかないとダメだよ、これ。この試合。OK。さてと、そうそう、なんかね、せっかく花火用意してくれてるらしいから、まあ花火ぐらいあげてもいいんだよ。ストライクアウト。おお、ちゃんとツーベース打った。右狙いで。ストライク。ストライク。ボール。ボール。オッケーオッケー、さすが、いいね。さすが小技 A だわ。ただ、バッターは勝負力がいいの荻原です。勝負力いいだから仕方ねえな。それ、太田はでも全然ね、ハイクオリティスタートも狙えるピッチャーではあると思うんだけど、ちょっとね、調子が悪いのがね、セーブ。懸念材料ではある。ハイクオリティスタートだったら、あと1点までだよね。だからこれ以上点を与えちゃいけないみたいな感じだね。
で、黒本だな。ボール。あ、なるほど。今日7回までも 持たない気がする、オタワが。そもそも。あ、で、ここのゲッツ大きいね。オッケーオッケー。さて、とりあえず1点取っていきましょうか。マイキー強いけど、言ってないわけではないよね。エンドラン。小技いいだけどエンドラン。そんなエンドランでレフトフライ打ち上げるとかあるか？ なんか普通エンドランって結構なんかゴロを打つような感じにやるもんだと思ってたけどね。さあ、そして出ました。得点圏打率、0割4分5厘。あ、ちゃんと打った。しっかりと打ったね。ちゃんと得点圏打率上げていったね。で、錦織ね。昨日2ホーマーの錦織ね。OKOK。錦織はサードでタッチアウトになるけど、逆転ね。OK。いいですね。ちゃんと逆転してるのすごいな。おお、なんか打線がつながってるね。あ、エラーしたけど特にランナー進まないよね。OK、逆転できた、逆転できた。でかいでかい。とりあえず、ハイクオリティスタートはもう完全な目標だけど、言うて、多分クオリティスタートだったらいけると思うんだよな。ストライク。ボール。選球 A だからな。そんな簡単に打ってくんなよね。小金井を打ち取ってほしいな。OK、ゲッツーだね、それは。それはゲッツー。よしよしよし、このやつ大きいね。いやー、この1、2、3、その特にレパーズの上位打線結構、ね、ミートが高い選手が多いので、怖いんですけど、ちゃんとね、3人で抑えられたから、OKOK。で、坂はね、ボール。ストライク、アウト。あ、まあ、しゃあない。サギアラ。ストライク、アウト。いやー、普通はそんなマイキーなかなか打てないんだけどね。能力は高いから。ストライク、だアウからト。こそ、なんか、あれ4回に本当にこれ3点取ったっけみたいな感じの攻撃になっちゃってる。とりあえずまずはクオリティスタート目指そうか。なんで、まあ、最悪1点取られても同点になっても、ね、その、やっぱピッチャーの指標の中にね、QS 率っていうのがあるからね。それをしっかりとね、高い水準で保ってもらいたいので、アットヒットリ、アットヒットリ、アットヒットリがなかなか遠い。まあな、スターだからな。そう。球界のスター選手だから、まあ、アットヒットリでクオリティスタート。さあ、点をやれない状況になりました。そしてハイクオリティスタートの夢は破れました。で、今日2つフォアボール選んでる黒本。あ、ピッチャーゴロね。アウト。まあ、クオリティスタートはゲットできた。まあ、ゲットするものなのかっていう疑問はあるけど。さあ、山野。で、個人的に延長戦は嫌だから。なんか、まあ、負けるなら負けるでいいし、勝つなら勝つでいいし、9回までに決着がつけてほしいわ。まあ、こっち高校だから延長戦有利ではあるんだけど、めんどくさい。単純に。簡単に終わっちゃったね。ピッチャー変えますね。ちゃんとクオリティスタートしてくれたんで、悪くはなかった。池本で。池本久々の登板説。大丈夫かな。 まあ、新人なんでね、池本。なんやかんや言っても。あ、でもいいね、ちゃんと。おう、ちゃんと抑えたね、ゲッツーね。よし、足からこの2番の小金井も切って、いい形で攻撃のリズムにつなげたいところだが、そううまくはいかない。いやー、ちょっとクリーンアップに回すのはめんどくさいよ。ミートミスだから。あ、ちょっと待って、これ帰るパターンだよね。
そうだよね、エンドランしてるよね。ああ、なるほどな。ここで2アウト1塁でエンドラン決めてくるの先生、ああ、そしてホームランか。忘れかけた頃に花火がやってきたね。いやー、この3点は見事だったな。まあ仕方ないな。この3点はまあまあまあ。継投策叩かれる。まあ、確かに叩かれるかもしれん。叩かれるかもしれんけど、言うても、あれで、あの能力でうちのセットアッパー級ですからね。そう、継投策叩かれるべきじゃなくて。なんか急に花火大会始めるのやめてもらっていいですか、ちょっと。そんな、なんか どうしたの、急に。なんか7回から、てかピッチャー変わってからだよな。なんかピッチャーが一蘭ラーメンになってからさ、花火大会が始まったよ。ほんと、火付け役だよな、一蘭ラーメンな。そうそう、でね、だから継投策が叩かれるべきなんじゃなくてね、単純にね、うちの中継ぎが弱いっていう ところだと思うんですよ まあ言うてもルーキーだからな。そうそう、まあ、中継ぎで信用できるのが抑えのパーシーしかいないっていう。本当に。それ以外、なんか、何かしら点取られてるイメージしかないから、中継ぎが。だからよく、ね、今まで接戦勝てたなって思うけど。まあ、うまくごまかしながらね やってたんですよって。ボール。オッケーオッケー、藤垣ボール。で、ちょっと今日山野が打ててないので、ここで出てくるんですよ。こういう場面に出てくる。で、ほら、なんか代打の時に、黄色いサークルで囲まれてるから、あれがなんか、ね、代打の神みたいな、能力が発動されてる証拠とも言える。オッケーオッケー、ヒットね。でかいね。あ、これ3塁まで行くんだ。いや、アウトかい。アウトになるなら行くな。なんて言ったんだよ、アウト。そんな、なんだ、一塁も一三塁もそんな変わんないでしょ。せっかくね、この代打の北崎がね、打ってくれたのにさ。なんかホームラン打ちません？ 花火、そう、花火で締めくくりませんか？提案。まあ、セカンドゴロか。ちょっと、それは暴走が悪いと思うんだよね。今関ライト守れないから、どうしようかな。どこのポジションが足りてない？どこ？ ライトか。ライトに代わってロダリックを入れますか。で、ピッチャー変えます。9回ね。1点差か。いけるか？トレードできました。東海林です。あ、防御率は13.50だけど、調子がね、いいからいけるはず。ダメじゃねえか 出てきた瞬間かよ でも9番バッターだぞ面白いなぁ、もう即ホームランよ。即花火大会を始めないでくれ。
いや、1点差だったらまだあったけど、2点差はきついな、ちょっと。いや、そう、盛り上げなくていいよ。ねえ、まあ、花火見たかったのかもしんないけど。あ、オッケーオッケー。さてと。さあ、頑張ろう。ソロホームランじゃ同点に追いつかないよ。てかさ、まだ1ラン投げるの？ あ、オッケーオッケーオッケー、よしよしよし。ねえ、ロダリクだけど、ダイダ。何のために出てきたんだ。誰？行きましょう。宮山。宮山行きましょう。ああ、まあ、しゃない。サードフライ。あ、この中村あれか？ああ、やべ、強え。制球エースは強えな。代打で。岩切り今日出てなかったのか。僕が出してなかったんだ。そう、体力がね。そう、岩切り。そう、最後、畳みかける代打構成。いいね。ああ、しゃないな。9番が坂間だからワンチャンホームランある。ワンチャンホームランあるぞ。パワー B だからしな。普通にホームランはあり得る。あ、三振か。 いやー、まあ、でも2勝1敗だから悪くはないでしょう。しかし、例のごとく、ホームラン5本か。結構打ち上げてるね。はい、ということで まあ、17勝4敗ですか、20試合やって。まあ、全然悪くはない かな。で、多分次配信やるときが5月の初め、頭からになると思うので、そうですね、なんとか。こんな感じでね、連勝し続けていきたいなっていうふうに思います。はい。それではご視聴ありがとうございました。